私たちは一人ではないことを知るだけでは十分ではありません。どの ET がここにいるのか、そしてなぜここにいるのかを知る必要があります。シフトが終わるまで実際に ET に会うことはありませんが、意識が拡大しないと恐怖が大きすぎます。プレアデス人はそれを聞くことができる人には完全な情報開示を提供します。問題はほとんどの人がこれまでずっと真実を隠してきた同じ権威者からの暴露を待っていることです。主流のニュース番組に出演し、出所不明の UFO からのリバースエンジニアリングされた技術について国防総省職員が耳元で囁いているような人々からは完全な情報開示は得られないでしょう。彼らのほとんどは依然として ET が存在することを証明することにこだわっており、 ET 種族を別の ET 種族と区別することができません。軍産複合体はどのポジティブな ET 種族が現在地球と接触しているのかをほとんど把握しておらず、銀河連合とのコンタクトは依然として細分化されたホワイトハットのグループに限定されていることに留意してください。銀河連合と直接協力しているこれらのホワイトハットの多くは魂の計画との衝突を防ぐために記憶をブロックされています。軍産複合体の内部情報の欠如を考えると、軍産複合体の主な目的はここにポジティブな ET が存在することや彼らの動機が何であるかを知らせないようにすることです。その理由は軍の最も暗い派閥の背後には、私たちの真のエロヒム創造者であり光の天使たちであり五次元へのアセンションを準備しているスピリットガイドであるポジティブな ET たちによって脅かされている悪魔のような存在がいるからです。メディアで認知された情報開示者の中には善意を持った人もいますが、エゴによって動機づけられている人もいます。彼らの意図が何であれ、 UFO の中に誰がいるのか、彼らは誰も決して言うことができないでしょう。私たちは一人ではないと内部関係者に伝える必要はありません。それはもうご存知ですね。目に見えない場所から私たちを操作しているネガティブな ET から、注目されようとしているポジティブな ET を識別する時が来ました。天使と悪魔を区別できるほど目覚めている内部関係者は誰ですか？光の天使が宇宙船で移動していることを知ることができるほど目覚めているのは誰ですか？一部の政府当局者は恐怖を感じており、 UFO の目撃をもう阻止できないため、自分たちが情報開示に同意しているように思われたいと考えています。彼らの多くはUFO の危険性について私たちを混乱させたり、 UFO は全て人間によって操作されていると信じ込ませたりしたいと考えています。完全な開示はデータを研究することではありません。真実を明らかにできる科学はありません。私たちはいつ姿を表すかを選択する、何百万年も進化した次元間存在を扱っています。現在目撃されている UFO は全て銀河連合とその緊密な同盟です。友人やソウルファミリー、これらの存在は文字通り私たちの魂の計画を管理します。以前にも言ったように、霊的な理解がなければUFO の開示はありえません。ネガティブな ET は地球のアストラル界、非物質的に限定されており、
ネガティブな宇宙線は地球から遠く離れたところに保管されています。私たちが危険にさらされているのは UFO ではなく、人間が地球上の目に見えない存在に支配されているということです。ET のクラッシュ、墜落は非常に稀で、ロズウェルのクラッシュ、墜落など、それほど進んでいない種族でのみ発生しました。軍によって回収された宇宙船や技術が残されており、プレアデス人によって軍のホワイトハットに与えられた技術もあります。過去にも人類の秘密宇宙プログラムは存在しましたが、シフトが非常に近づいているため、最近ではそのすべてが非常に限定的になっています。現在、人類が UFO に乗って明るい光を放ちながら飛び回ることはありません。一部の人にとっては、ET が地球を訪れているということを知るだけで十分ですが、より目覚めている人にとっては、詳細が重要です。これらの内部関係者とされる人々に対して、さらに要求してください。より良い質問をすれば、より良い答えが得られます。たとえ答えが、権威ある人物から得られなかったとしても、いずれにしても、シフトは真実を明らかにするでしょう。その間、プレアデス人は情報を開示し続けるでしょう。